バスケトークラジオ。はい、皆さんおかまんちは第523回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と本吉です。どうもこんにちは。こんにちは。はい、もう同じ日に収録しております。3本目、3本撮りの3本目。3月22日は火曜日、15時56分というところでございます。はい、なんかやっぱり僕昼間の方が元気ですね、モン吉。そりゃそうですよ ね、 夜ね、疲れの中で眠くなっちゃってるからさ、もう全然3本目も余裕でございます、はい、もう楽しく、勉強させてもらいたいと思います。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今度は B リーグの方ですね、うん、前回は W リーグのなんか、はい、いろんな概要を教えてもらったんだよね。そうですね、今度は B リーグの方の、B1 の、まあ、いわゆるチャンピオンシップに対するその概要というかですね。何そんな普通じゃないの。そうですね、まあ、そこをちょっと説明していきたいと思うんですけども、ちょっと聞かせてください、はい、うん、まあ、今のところ、東と西で要は3チームずつが1位2位3位までがプレーオフプラス、東西両方を通してのワイルドカードが2チームという形で、出場チームが決まるということなんですよね、うんうん、でまず東地区は、1-2-3 がですね、千葉ジェッツが25勝6敗で1位マジック20地区優勝ね、うん、それから2位がアルバルク東京で29勝8敗で3位が川崎ブレイブサンダースで30勝10敗ということで、うん、実は1位よりも2位よりも3位の方が、勝数は多いというね、うん、だ負け数が千葉が6アルバルク8川崎が10ということで、うん、まあ、勝率で出てしまうっていうのもありまして、うん、まあ、そんな風になってますね、うん、それから、西地区なんですけど、うん、1位が以前ね、あの20連勝いったってことでご紹介した琉球ゴールデンキングス、うん、20勝で止まってはしまいましたが、うん、34勝4敗勝率8割9分5厘ということでぶっちぎりのトップでございます、うんうん、2位との差が5ゲームとか3位とのゲーム差は8ゲームみたいな感じになってますけどね、うんうんうん、それから2位が島根スサノーマジック30勝10敗、うん、3位が名古屋ダイヤモンドドルフィンズで24勝10敗と、うんうん、今のところはこういう感じ、うん、でワイルドカード争いは、ワイルドカード順位でいくと今のところ1位が宇都宮ブレックスで28勝12敗勝率7割、うん、勝率7割でワイルドカードってどうかしてるぜって思いますけどね。うまいな。それから2位が、秋田、うん、これね秋田行ってほしい、どうして23勝15敗で6割0分5厘、うん、でその次がねシーホース三河なんですけど、うん、21勝17敗で、うん、勝率が5割5分3厘、うん、秋田が6割5分5厘だからちょっと差があるようにも見えますけど、勝数的には2、3試合分ぐらいの差なので、うん、まあ、まだまだどうなるかわからない、うん、で三河とね負け数が三河より3つ多いけど勝ち数は同じっていう三六角と渋谷が4位、うん、で5位に広島ドラゴンフライズで21勝21敗、うん、この辺ちょっと団子なんで順位の入れ替えまだまだあるとは思うんですけど、うん、まあブレックスはちょっとね23位の三河よりも7勝も多くしてるので、うん、まあこの辺ぐらいまではっていう可能性もありますけどね、うん、今、まあ、一応そういう感じで秋田までが今の順位でいくと、いけるというような状況になっておりまして、はい、で今年はね、うん、ファイナルの場所が、うん、東京体育館なのかな、前横浜アリーナだったんですけど、うん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 、今年はなんか違うみたいです。千駄ヶ谷、そうですね、で実際リーグ戦におけるその勝敗決定方法っていうのが、うん、まあ、通常だったら当然試合の勝った方だし、うん、試合中止になった場合は大会試合やってその際の勝者、うん、その時の結果を採用、うん、で試合中止になった場合は消滅と、うん、試合結果捨てずつけず、うん、で特に負けたチームに勝ち点が1つくとかそういうことではないから、うんうんうん、はい、ここはちょっと違うと思うんですけどね、不成立っていう単純にそれで終わるという感じ、うん、はい、勝数負け数に含まれないというね、うんうんうん、で今度ポストシーズンプレーオフが始まってからの勝敗決定方法なんですけども、うん、当然普通であれば実際にされたその試合の結果で採用、まあ、これは当然のこと、うん、で
ポイントはここからなんですが、はい、試合中止になった場合、たとえ2パターンがあって、片方のクラブのみにコロナの事象が発生して中止になった場合、うん、と、両チームともっていう場合、あるんですけども、うんうん、で、これ片方側は試合できるのに、片方側にコロナ事象が発生して中止になった場合なんですけれども、うんうん、その中止を、中止事由が生じたクラブを0対20で不戦敗とすると。だ、不成立じゃなくて、うん、コロナで出場できなかったチームが普通に負けになっちゃうってことですね。不成立じゃなくて、そういうことだ。だからもう日程も変えられないしとか、っていうことですね、まあ、ただ試合中止になった場合は、あの両チームともなっちゃった場合は結果をつけず不成立っていう話になるんですけれども、で、中止事由ごとのまた勝敗の取り扱い、およびグランド勝者決定方法なんですけど、またそこも細かいんですが、まあ、条文がいろいろあって載ってるんですけどね、これ B リーグのホームページに。まず選手のエントリーが8名未満によって勝敗になった場合っていう、重速しないクラブを0対20で負け。8名なんだ。8名未満、コロナとかでね、それで試合に参加できないっていうだった場合は不戦敗ですね、それから B 級以上ライセンスコーチ不在、これも、充足しないクラブを0対20で不戦敗、で次に、活動再開から2日未満、2日未達によって試合ができない場合、まあ、これも0対20で不戦敗、で自粛要請による試合中止、これは充足しない主観クラブ側を0対20で不戦敗、あとは規定はないらしいんですが、規定外事項による、まあ、超法規対応って書いてありますけどね、まあ、これの場合は中止事由に即死チェアマン、チェアマンが決定するということなんですけど、で、中止が発生した際のラウンドの勝者の取り扱いに関しては、結果がついた試合における勝敗もしくは得失点差により決定する、だから1試合しか行われなかった場合は当然1試合勝てやってその勝った方が出るとかっていうことになるんですけど、で勝敗もしくは得失点差で勝者が決まらない場合は、リーグ戦試合の要項に基づき、勝敗数、それからそれでも決まらなければ得失点差、そうじゃなければ今度平均得点、それでも決まらなきゃ抽選で決定だ。そこまで規定してるんだ、はい、で各ラウンド不成立の取り扱いについてってことでさらにあるのが、各ラウンドで1カード分の不成立、これは予定された全ての試合において、2クラブともに、コロナ自由の試合中止が発生が生じた場合、年間最終順位の決定方法は以下の通りですと、まず複数カードで不成立が生じた際に以下の整理によらない場合の年間最終順位決定は B リーグ理事会によって別途決定とかなってますが、まずクォーターファイナル、不成立が生じたトーナメントの山のファイナル、山のセミファイナルが中止、でセミファイナル進出のクラブをそのままファイナル進出するってことだから、セミファイナルって4つ、片方の山、両方の山の一番の勝者が、まあ、決勝ファイナルで当たるわけですけど、その一番小さな山の片方がなくなっちゃった場合は、もう一つの方の山の方の勝ったチームがそのままセミファイナル行けちゃうということなんですね。まあ自然だよね。まあ相手側、そうですね、相手の方側の山がなくなっちゃったからそのまま行けちゃうというね、これがクォーターファイナル、で、あとセミファイナル、セミファイナル、でファイナルは中止、ファイナル進出のクラブをそのまま年間チャンピオンとする、セミファイナル敗退クラブと不成立の対象クラブ含めチャンピオンシップ地区順に基づき順位を決定ってなってますけど、これどういうことだ、
まず決勝の相手がいなければそのまま決勝に残ってる片方の残っ、うん、生き残ったチームはまあ当然優勝すると、繰り下げてなんか他のチーム出してきて決勝しませんよっていうことやんな。そういうことですよね。その手前が分からへんぞ、なんか表現難しかったぞ。そうですね、ファイナルが中止、うん、ファイナル進出のクラブ数の年間、うん、だけどもう一つ今度ファイナルの方のところでもファイナルが中止、双方年間チャンピオンと称する、あ、両チームがダメだった、ね、そうそうそう、ファイナル自体両方ともダメだったらっていうことやんな。そうですね、でセミファイナル勝ち上がったチームの片方があかんかった、まあ、要するにファイナルに出てきた片方だけがダメだった場合は健康で生き残ってるチームがそのシーズン優勝ですっていうことね、うんうん、そうですね。だから、まあ、まあ仕方ないっちゃ仕方ないですけど、もうコロナで出ちゃったらもう負けになっちゃうよっていうことですね。両チームがなった場合はまた他のところでね、うん、今までのその試合のところで出て、うん、今までの試合ってこれレギュラーシーズンで見るってことじゃないですよね。で1試合やった場合はその1試合で見るとかっていうなら分かるんですけど、うんうんうん、そこがちゃんと書いてないからよくわかんないな、書いたのかもしれないですけど、うん、分かりづらいな、しょうがないですけど、うんうんうん、クォーターファイナルはラウンド不成立の場合はまあね、もう一つの山の方がセミファイナル行く、うん、まあ当然ですけど、うん、でもセミファイナルから始まるわけだから、うん、あ、クォーターファイナルから始まるか、あ、いいのか、うん、でもその山片方が消えちゃったらセミファイナルを勝ったチームがもうファイナル行けちゃうってこと、そのファイナルセミファイナルの相手がいなくなっちゃうっていうことだから、そういうことになりますよねっていうことですよね、これ多分ね、うん、うんうん、多分そうだと思う、うん、なんかちょっと細かいけど多分そういうことなのかなと思いますね。山崎亡くなった時にっていう感じですもんね、うん、確かにそこにだって他のチームが入ってくるっていうのもおかしい話ですからね。そうやな、急に試合当日にだってコロナで出れなくなっちゃったからといっていきなり他のチーム引っ張ってくるっていうのは無理ですからね、うん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 、事前に分かってて辞退するとかって場合どうなっちゃうのか知らない、でも辞退しちゃう場合はもうそれはそれで多分ねそのままいけちゃうんでしょうね、うん、そうやな、うん、あの前の 3x3 の大会みたいにこうずらしてそこに順位ぶち込む違うチームが ぶち込まれるとかそういうことじゃないですよね、まあそういうことでですね、うん、まあ、うん、もう本当にコロナとずっと戦っていかなきゃいけないという本当に運営がすごいな、かわいそうやなって思いながら聞いてました。まあ誰かが決めなきゃいけないんでね、まあそれでもちゃんと最後までやろうっていうこの意思っていうものは感じますよね。いや本当そうですよ、そこをやっぱりこう見てる人も文句言うばっかりじゃなくてちょっとこう汲み取らないといけないんじゃないかなっていうところに差し掛かってんじゃない。そうっすね、うん、これこそウィズコロナの考え方でいかないと、うん、やっぱり、ね、問題起こったら攻めるわ、なんかちょっとルールを特殊なルールでね、でも開催する方向でポジティブに向いてるところにまた文句言ったりしちゃうともう運営どうしたらいいか分かんなくなっちゃうんで、まあそういうことっすよね、うん、ここはポジティブに受け取っできるだけポジティブに受け取っていったらいいんじゃないでしょうか。そうですね、うん、で最後にちょっと、うん、あの各部門のトップ3また最後にちょっとお伝えして終わろうと思うんですけど、うん、まず得点、うん、1位大阪エベスタのニュービル、うん、これね本当すごすぎ、結局ね誰をマーク前につけても20点取られちゃうんですもん、外国人つけても20点取られちゃうし日本人選手でディフェンストップインナー選手つけても20点取られちゃうし、うんうん、やっぱガードですごい選手って止められないんですね、やっぱ海外のそういう選手はね、そういうことか。ちなみにそうですね、うん、で2位が、北海道のショーン・ロング選手、3位がサンロッカーズ渋谷のジェームズ・マイケル・マカドゥ選手、4位にニック・ファジカス選手が入ってますね。うん、でリバウンド、うん、この前ねセバスチャン・サイズ選手、うん、これ1位ですけれども、うん、あの記録 B リーグ記録更新でしたね、1試合で20何リバウンドだったかな、うんうん、で2位がキングスのジャック・プーリー選手で 10.9、うん、3位が宇都宮ブレックスのジョシュ・スコット選手で 10.2、うん、ですね。
これ大体平均でみんな出してますよね、うんうんうん、でアシスト平均が、1位富樫勇樹 6.5、 2位安藤誠也 6.0、 3位斎藤工 5.9、 ちなみに4位にキーファーラベナ選手も 5.9 で入ってます。でこれね、実は河村選手ね、ベイビーコルに入った、うん、河村勇樹選手、うん、あのね規定数に達してないらしいんですよ、試合の数が。ああそうなんだ。それがなければ実は1位に食い込むという噂が そう恐ろしいな、うん、まあ2位とかなっちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、うん、そのぐらいに今いきなり入るとそういう感じらしいですよ。すげえな。でブロックショット、1位が、ああ2位の人が1位だと思ってた。1位が、川崎ブレイブサンダースのジョーダン・ヒース、うん、2位が、秋田のオズハピネッツのアレックス・デイビス選手、うんうん、この人ブロックの名手ですね、うんうんうん、で3位が、宇都宮のジョシュ・スコット選手 1.3、うん、ですね。でスティール、はい、スティールがね、うん、これがねガードじゃないんですよ、センター、サンロッカーズ渋谷のマカドゥ選手。うわやっぱそうなんや、すげえなこいつほんま。で2位が、川崎のパブロ・アギラール選手、うんうんうん、3位が、3円のロバート・カーター選手、うんうんうん、これ2人ともでもインサイド系ですよね。だからインサイドに入るパスをパシッってこうスティールするっていうのが多いのかもしれないですよね。ああそうだね、なんかスティールっていうとガードの選手が相手の選手をスナップパシッってこう取って速攻出すみたいなね、うんうんうん、なんかそういうのをスティールっていう印象が強いんですけど、うん、まあ多分今言ったような感じなんだと思うんです、うん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 、で今度スリーポイント、はい、成功率ですね、うんうん、1位が、ブレックスの比江島選手で 46.7、うんうんうん、2位が、広島ドラゴンフライズの寺島亮選手で 45.6、うん、で3位が秋田のジョーダン・クリン選手、44.9%、うんうん、でちなみに5位に、ね、斉藤匠選手、6位にね、B コルディーマー売り出し中の森川選手が 41.2% で入ったりしてますね。うん、で、フリースロー、1位がなんと、これは意外というか、フリースローはね、ちょっとね、本当に見ないと分かんないってとこありますけど、富山にいる晴山ケビン選手で 91.3%、2位が斉藤匠選手で 90.9、で、3位に、北海道の橋本龍馬選手で 89.7。で4位がまた北海道の寺園選手で 89.5 ということで、レバンガが 3,4 を取ってますね。まあ、これがちょっと個人のランキングでございました、うん、まあ、B2 はこの前ねちょっとお話しましたので B1 だけにとどめておきますが、今こんな順になっておりますね。ユービル選手ほんとすごくて、得点をランキング1位の、これ来年どっか引き抜かれるんじゃないかなとか思って、こんな選手が、うん、アルバルクとかね、千葉とかあんなチームに入っちゃったらもう得点力がもうさらに倍増されちゃうからやばいですよこれ本当に。まあ、コートバランスってとこ考えた時にどうなのかは分かりませんけど、まあ千葉なんかはねやっぱギャビンとかそういういわゆる、うん、の選手もいるんで、うんうんうん、カードの選手を取りやすいですからね。うん、このまま大阪が金積んで逃がさないよっつってとどめるのか、うん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 、もっと金くれるって他の海外行っちゃうのか、うん、日本でもっと払ってくれるチームに行くのかっていうところですね。うん、どうなるんでしょうか。気づくとニフィル選手が点取ってるんですよね。うん、大阪エベッサ本当。ガードの中村選手以外は全員カタカナの名前の選手がスタメンだったりとかね、面白いですけどっていうところが一つちょっと注目の部分ではあります。なるほど、はい、ありがとうございます。はい以上です。ありがとうございます。はい、僕もね今紹介してもらってる間にちょっと同時に B リーグのスタッツはどうなんかなみたいなのをちょっと見てた、ね、やっぱりちょっと順位が微妙に違うのは当然のことなんですけど、やっぱスタッツの測り方によって随分違うね、はい、だからその出場の制限河村選手かかってちょっと出てきてないよっていうのもおっしゃってましたけれども、うん、なんかそれ以外にも時間プレイングタイムのことで規定があったり、まあ、いろんなことがありますね。
打った本数が何本に満たないとか、そんなんもあるみたいで、まあスタッツの見え方ってこれでいろいろ違うんだなと思いながらちょっと見てみました。そうですね、数字で見るバスケットもなかなかやっぱ面白いですね。そうですね、うんうんうん、いかに自分のこう印象だけでものを見てるのかって感じちゃう時ありますね。ありがとうございます、はい、さて皆さんも523回目のバスケットークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と野吉でした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。